マイケル・ピルズベリーはアメリカ合衆国の政治学者、官僚、米中関係に関する著作家。1945年にカリフォルニアで生まれた。スタンフォード大学で歴史学を専攻し、コロンビア大学で PhD を取得した。1973年から1977年までランド研究所にアナリストとして勤務し、中華人民共和国と米国は、 軍事協力を行うべきとする論文 L-32 で、当時のアメリカ政府から注目された。東西冷戦時代は、国務省の軍備管理軍縮庁長,長官代行や、国防総省の政策企画局長補佐などを歴任し、カンボジア・ベトナム戦争やアンゴラ内戦、アフガニスタン紛争などで、米中の秘密工作にも従事し、ジョージ・ HW ブッシュ政権では、 アンドリュー・マーシャルの総合評価局の特別補佐官だった。2003年から国防総省顧問を務めており、2020年12月に国防総省の諮問機関である国防政策委員会の委員長に任命された。1990年代後半のクリントン政権時代に中国の知識を買われたピルズベリーはペンタゴンと中央情報局からの指示で、 中国のアメリカはざむく能力と、それに該当する行動を調査することとなった。ピルズベリーは、情報機関の資料、未発表の書類、中国の反体制派や学者へのインタビューや中国の文献を調べた。彼によれば、中国は日本や欧米諸国から軍事的、経済的支援を取り付け、2049年までにアメリカを超える大国になるというシナリオである。 100年マラソンと呼ばれる戦略に基づいているとするザ・ハンドレッドイヤーマラソンを表し CIA のエクセプショナルパフォーマンス賞を受賞元 CIA 長官のジェームズ・ウール・ジーも序文に文章を寄せているなおピルズベリーによると同書の出版にあたって CIA 連邦捜査局ペンタゴンの査読によって削除された機密事項もあるため書かれた 米中の軍事協力は一部でしかなく、継続中のものもあるという。ザ・ハンドレッド・イヤーマラソンは、ワシントン・ポストのベストセラーリストの一位にもなった。ピルズベリーによれば、1973年から、当時のニクソン政権はイギリスを介して、中国に軍事援助を行い、カーター政権では、ペンタゴンと CIA は中国に軍用機材を輸送し、レーガン政権は、 対中武器輸出を行い、中国から武器を購入するなど米中は軍事的に協力関係にあったとされる。かつて米中の接近を推し進めた親中派だったことへの自制も述べつつ、ニクソン政権からオバマ政権に至るまでやがて民主化してアメリカの同盟国になると幻想を抱き、投稿妖怪の中国を見誤ったとする中国脅威論を主張しており、トランプ大統領は ピルズベリーを中国に関する一流の権威と高く評価し、中国問題についてのトランプ政権の重要な助言者とされ、トランプ政権下ではアメリカの国防政策に強い影響力を持つ国防政策委員長のポストに抜擢された。また、中国を過小評価する中国崩壊論についても中国脅威論を打ち消すための中国の情報工作だったと述べている。 author of two books on China available at National Defense University Press アメリカと中国関係のレポートジャーナルありがとうございます